吉野さん、町内会から帰ってきました。まあね、今日は感染症のことはあったんですけども、自由出席ということで、まあ集会をしてみたんですよ。そしたらね、いつもと同じぐらい4人の欠席があったんですけども、まあほとんどの方が出席してくださいましたね。でまあ驚いたことというかね、驚きもしないんですけども、まあ一応ね、便宜上驚いたってことにしておきましょうか。驚いたことが2つありました。1つはね、そろそろね、町内会の役員人事を決めないといけない時なんですよ。来期の人事です。まあ、その中で来年はここの役割が空いてるんで、皆さん、今目の前にいる皆さんはこの中のどれかになりますよってお話をしたんですよね。そしたら、まあ意見らしいものが出たんで聞いてみたら、私はパソコンができません、だからこういうものが作れないんで、そういうものを作らないといけない役を外して考えてもらいたいんですっていう主張があったんですよね。それについて私どう答えたでしょうかってことなんですよ。その方の年齢は、まあそうですね、50代の前半っていうところでしょうかね。まあ大ロスジェネみたいな感じですけども、まあ、パソコン使わないでいい仕事なんで、まあそれなりのものだと思います。まあそれなりっていうのはね、いろんな捉え方があるんで、ここではちょっと割愛しますけども、そこで私はどう答えたっていうかというと、別にパソコンじゃなくてもいいですよと。別に手書きでもいいですよ、こんなの。だってもともと手書きでやってたじゃないですかね。たまたま今パソコンを使って私やってるだけであって、私は手書きがね下手なんで、手書きの方が手間がかかるんでパソコンやってますけども、パソコンじゃないといけないって決まりはないんで、手書きでやっていいですよ。だからそのね、パソコンができないから、パソコンがいらない、役職に就かせてくれっていうのは、結局パソコン使わないでも町内会の仕事ごとき何でもできるんで、まあそれはないですよって言ったらね、ちょっとシュンとなってましたね。だからね、質問が稚拙なんですよね、やっぱり。残念ながら、何年生きてきても、パソコンができるできないに関わらず、できることばっかりなんですよ。で結局やりたくないから、やりたくない理由を挙げてるのの一つの例でしたね。これが一つ。もう一つなんですけども、町内会館の鍵がね、不正にコピーされていて、それがもうね、実害を出してるんですよ。だから町内会館の鍵を刷新しますというお話を今日しました。でこれは役員会でも決議が取れて、あとは出席の皆さんのね、町の方の承認を取るだけだったんですけども、そこでまた意見がね出たんですよね。どういう意見かっていうと、なんで鍵のコピーをするかっていうことなんだけども、その事情を聞いてくれと。いちいち鍵を持ってる人に許可を取りに行って借りに行ってたら、たまたま行ったらいなかったとかね、で次の日また行かないといけないから非効率的なんだ、だからコピーをしたんだって言ってるんですよね。うん。じゃあそれはもっともなんですけども、じゃあそっちがいいとしたらね、決まりを破ってそれをするのか、決まりを変えてそれをするのかじゃないですか。なんでその時決まりを変えなかったんですか。みんなが不自由を感じていて、お互いにコピーをすることを、鍵のコピーをすることを容認していてね、もうルール無視じゃないですか。じゃあルールを変えて堂々とやれば、別に私、今現職の私も困らないんですよと。問題はルールがあるのにそれを破って、多くの方がそのルールを破ることをもうね、通常のこととして慣例として扱ってるんで、私が、新参者の私がルールを守れようと思った時に、ものすごくね対立を生んだんだと。私はルールを守ってくださいと言ってるだけなのに、なんでこういうことになるのかな。でルールを守らないことを通そうとする町民がいて、だったらルールを変えましょうかっていう話をしたんですよね。ルールを変えて誰でもコピーしていいようにするか、もしくは本当責任を持った人しか鍵を持たないようにするか、どっちかでしょうかっていうお話をしたんですね。まあね、こんなね低レベルなことで異論が出たりね、決まりを破ることが悪いことじゃないって言い出す人がねいるというね、そういうね、現実がありまして、びっくりはしなかったんですけども、またかって感じでしたね。このパターンで大体人生ってできてるんですよ。でルールを破っても自分一人の組織だったらいいんですよ。自分一人とか自分の主催してる組織だったら、町内ってものの参加者としてちょっと仲間に入れてくださいっていう立場の人がそういうことをしたりとかね、で、まあなんていうかな、役員としてね一定の権限を持った時にそれを是正しないっていう人が声高に、さも知ったげにね、ものを語るのが本当に町内会っていうところのね弊害ですよね。前例主義といいますか、既得権というかね、もう最悪だなと思いましたね。だから私はね、町内会はない方がいいと思ってるんですよね。で私はなくても困らないんですよ。なくちゃ困る人が何もしないというね。だから要するにおんぶに抱っこを希望していて、自分はこんな大変なんで助けてください、助け合いでしょって言うんですけども、じゃあ助け合いならあなたは何を助け合いしてくれるんですかっていう時に回答がなかったりするっていうね。でこれはねすごく悲しいことですけども、これから少子高齢化の時代に向けてそうなるんですよ。私もそこに入ると思います。
30年ほど経ったら私もね80歳になるわけですよ。そうなると人にしてあげることがほとんどないのに人にやってもらうことがたくさんできちゃうんですよね。じゃあ自分は人に対して何も提供しないのにいろんな人のサービスを受けようと思ったら何が物を言うか、金でしょうね。金がなかったらそれまでに築いた自分の人格だと思います。何を残してきたか、誰のためになってきたかっていう、その貯金が、人生貯金が全て人生の後半で恩返しとなってくるのか、それともね恩を返されるほどのことはしてなかったのかっていうことになります。そして何もしてもらえない人っていうのは助け合いの世の中なのにみんな冷たいなというふうにね、つぶてを投げてみて、じゃああなたは一体誰のための人生を送ってきたんですかって来た時にはたと困るんですよね。思い出す顔がないなとかね。さあそうならないためにもね、これからも動画を量産していきたいなと思います。パソコンができない、では人生が困るんでパソコンを40から覚える、それも私ですよ。これ30年経って私ね80歳になった時に2種類のクオーティゾロがいるんですよ。俺パソコンできないから40代の頃にチャンスあったけどやんなくってさみたいなね人生なのか、40歳の時に麻雀しか知らなかった私がねパソコンをえっちらほいっと買ってきてこうやって打ちながら徳田とかでなんとかね、私も徳田買いましたよ、人生買いまとので、タイピングで覚えてブラインドタッチするようになってマウスになって、シャワーももう今キーボードも使ってないと喋るだけみたいなね、テクノロジーを使いこなしてテクノロジーに乗っかってテクノロジーとこうなんですか、苦手分野じゃなくて得意分野にすることで私はその都度その都度切り抜けるべき活路を見出してきた。でも自分ができないことはもう置いといて、自分ができないことは誰かやってよと、俺大していくことできないからみんな手伝ってよみたいな助け合いのね甘ったれ精神で10年20年年を取っていくのか、本当にね取り返しのつかないような人生を送ってる人がいて、まあある意味気の毒でね、そういう方に対しても自己肯定感強いんですよね、で私はもう他者を必要としない、それこそ誰からの電話も取らなくても何にも困らないけども、おそらく電話をかけて私に要求がある人は出てもらわないと困るから、電話出ないと困るじゃないかって言いますけど、俺は困りませんと、むしろ電話かかってきたら困りますみたいな話になるんですよね。もうこの辺ももう完全にね、もう古臭いテクノロジーに依存している人と新しいテクノロジーを使いこなしている人と、もう完全にもう二極化ができちゃってるんですよね。だ私はもう電話全く必要ないんですよ。電話番号なんてもう永久に取らなくてもいいぐらいです。ただスマホを持つと電話番号が搭載されてるんで、電話番号はね自分の町内会の役職ではもう表示しないといけないんでかかってくるじゃないですか。でかかってきても大した用事ないんですよ、本当に。自分でやれよっていう用事ばっかりですよね。自分でできることばっかりです、はっきり言って。いや私よりも能力の高い人ばかりですからね、はっきり言ってね、町内会に関しては。私は新参者なんで何も分かんないし誰ともつながんないし、これからなんですよ。これからいろいろ覚えていかないときにもう会長やってるわけですよね。でも10年20年その町に住んでいて何一つ解決できてない人が新参者の会長を頼りにするっていうね、あなたの方が詳しいでしょって、あなたの方がベテランでしょ、問題が起きたところでじゃあどういうふうに解決するのかあなたが考えれるでしょうと、私みたいな新人の方が分かんないですよ、教えてもらいたいぐらいですよっていう、こんな形ですよね、ということで今日はね私の愚痴の時間でございました。こんなことではね億万長者になれませんけども、でも0時湧き上がるものをこうやってトークにするっていうね、そんな回でしたね。湧き上がってきましたからね、私は今回はこういうふうな気持ちをね、これね全部ね町内会でも言ってきたことですもうねぶちまかしてきましたからね、本当に思いの丈をで無責任な人が集まってこういう風な街ができてるぞと、ルールを守ることが当たり前だと思ったらルールを破ることが当たり前かこの街はとかね、本当にね捨て台詞の数々でございました。私の憤怒の1時間お楽しみいただけたでしょうか、旭川町内会の皆さんも。でもこれが誰も言えなかった現実であり、これから向かうべきね、少子高齢化というものでしょうね。若者は少なくなりますしね、そして若者は先人を必要としないんですよ。いいですかこれ、よく覚えておいてくださいよ。若者は先人を必要としないんですよ。人間として必要としないっていうんじゃなくて、一緒に組んでも意味がないと思ってるんですよ。ですからいていただくのはいいし一緒に関わるのはいいけども、助け合いという名のもとにねべったり一方的に頼りにすることだけはもうやめてくれということでしょうね、私もね老害の入り口ですからね、老害の若手ですよ、それは覚悟してます。だから誰一人必要ない孤独で自由に生きる道を選んでいます。その第一歩が隠居です。隠居万歳。